どうもプロボーラーの笹田です。今日はですね、また YouTube のね動画のコメント欄にもいただきました、スピードを安定させるためには、どうしたらいいのかという答えをね、私なりの答えを、回答させていただきたいなと、思います。はい、スピードを安定させるためにはですね、私は、リズムと脱力だと思ってます。はい、脱力非常に大事ですね。ちょっとでもですね、やはり力が入っている状態になってしまうとですね、やっぱり動きが硬くなってしまうんですね。動きが硬くなってしまってですね、自然に投げればもうこういうふうにスムーズに投げれるものなんですけども、脱力になる力が入るとですね、こういうふうにカチカチになってしまいます。まあ極端ですけどもね、これはね、はい、このようにロボットみたいな動きになってしまうんですね。そうするとですね、一回一回投球のタイミング、バランスが崩れてしまってですね、同じスピードで投げることは、およそ不可能だと、私は思います。そしてですね、リズムもやはり非常に大事です。はい、毎回毎回ですね、同じリズムで、やはり投げれるようにならないとですね、これもやはり、スピードは安定しないなと思います。例えばですね、タンタンタタタンっていうリズムでね、投げれてるとします。次の投球でタン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 であればね、やはりスピードはやっぱ変わってしまうんですよね。ですので、リズムよく毎回同じリズムでですね、投げれるようになることが、スピードを安定させるための、秘訣だというふうに考えております。そしてですね、やはり練習量もやはり大事ですね。投球をするときにですね、やはり、特に初心者から中級者にかけてね、上達していくわけなんですけども、最初の頃の投球っていうのはですね、やはりいびつでトゲがあるんですね。こんな感じでトゲ、はい、こんな感じです。はい、投球もこんな感じでトゲトゲなんですね。はい、で、しっかりリズムよく脱力してね、練習量を重ねていくとですね、このトゲがどん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 なくなっていきます。はい、こんな感じでこのトゲがなくなっていくんですね。こんな感じで、はいはい、さっきよりもなんかスムーズな感じしてきましたよね。はい、実際の投球の変化っていうのはなかなかね、見ることは難しい部分はあるんですけどもね、だん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 このようにトゲがなくなっていきます。はい、トゲがなくなっていきます。はい、そしてですね、さらに鍛錬を重ねていくとですね、さらにトゲがなくなっていくんですね。こんな状態で、はい、こんな状態なくなっていきます。はい、もうほとんどトゲありませんよね。はい、このようにね、はい、このトゲがね、やはり先ほどまで書いてたこのトゲが投球に影響を及ぼってしてしまって、リズムよく投げれない原因になってしまうんですけども、このようにトゲもなくなってしまって、このようにスムーズにね、投球するできるようになればですね、毎回毎回、同じような、スピードで、投げれるようになると、私は考えております。ですので、ボーリングは、リズムよく、そして脱力、して投げていただくこと、そしてですね、やはり練習量、これも、大事になってきます。はい、やはりね、練習を重ねれば重ねるほどですね、どん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 質が良くなっていくんですね。そうするとこのトゲも、どん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 なくなっていってですね、どん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 スムーズに、投げれるように、なります。やはりですね、ですので、頭で考えるだけではなくてですね、しっかり脱力してリズムよくしっかり練習量をこなしていただくことが、やはりスピードを安定させる秘訣だと私は思います。はい、ですので、はい、こんな言い方したらあれですけども、しっかり練習しましょう。その時に心がけていただきたいのが、脱力と、リズムですので、はい、ぜひ、参考にしていただけたらいいのではないかなというふうに思います。質問していただいた方、分かりましたでしょうか。これがね、私の、答えです。はい、その他もね、もしも何かね、何か浮かびましたらまた動画作成させていただきます。今の段階ではね、2日ぐらい考えたんですけどもね、これが私の今の私の精一杯の答えかなというふうに思います。
はい、ですのでリズムよく脱力して、しっかり練習していただくことが、何回も言いますけども重要だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それではどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。